じゃん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 。市川みおりのフレッシュレモン TV。 みなさんこんにちは。どんな挨拶したらいいか待ってください。みなさんこんにちは。どうもみおりこと市川みおりです。これで合ってますか、私の挨拶。今回はですね、皆さんのリクエストが一番多かったというか、みおりんのメイク道具紹介をしたいと思います。あかりんがやってるじゃないか。そうです、リバーセンジです。よろしくお願いします。みおりんの、まあ、ベースはですね、じゃじゃーん、こちら、あ、この天使の手、エトセの BB ミネラルクリーム、明るい肌色です。私はすごいめんどくさがりなので、まあ、これ一つでとか言われると買ってしまいます。伸びもいいですしね、カワー力もあって、明るめの肌色なので、ちょっとはい、なんか肌がね、トーンが明るくなっていい感じです。続いて、次は、まあ、コンシーラーですね。まず一つ目はこちら、じゃん、キャンメイクのカラーミキシングコンシーラー01番ですね。3色あって、すごい自分的に使いやすいというか、目元も、あの、鼻周りとかニキビ跡とかも結構なんか何でも使えるので持ってます。あと安いですからね、やっぱキャンメイクさんね。じゃん、これはアイリスドーリー、ドーリーウィンクは目の方だし、なんだっけ、あ、なんだ、私も忘れちゃった。あ、キャンディードールだ、そう、キャンディードール。こちらも2色入って、明るめと暗めが入ってて液状になっているんで、すごい目元とかね、崩れやすいところとかに使えますね。それね、松若さんのこのメイクブレンダーよくね、あの使ってますね。好きです。はい。あ、もう一つありました、コンシーラー系。じゃん、これなんかね、すごいんですよ。これ不老不死エリアファンディナチュラル。これもね、液体でね、こうなってて、すごいサラサラな液体でね、割と。こちらにね、ハケがね、こうついてるんですよ、ブラシが。そのぐらいですか？これは、あの、なんか、高級感がありますね。さあ、続いて、じゃ、チーク。じゃん。チッカ。のこのピンクが濃いめのピンクで、これをね、ちょっとポンポンポンってこうおこなする前にこうやって塗ってからおこなすると、いい感じにね、なんか肌の血色が良くなって、すごい最近好きで使ってます。じゃん、キャンメイクのですね、ちょっとオレンジにかかったピンク系とちょっと明るめのピンク、あの、その時の何ですか、お洋服とかに合わせてちょっと微妙な違いを使い分けてます。これはね、PW2.9、 こっちは PW33 です。ちょっとでもこれ古いんですよね、多分こっちのタイプは。これ最近、割と最近買ったんで、まだあるかと思いますけど、かわいい。はい、やっぱね、安いからいいですよね。じゃあ次、お粉系にしますか。まず一つ、お粉っていうお粉はこれです。じゃん、これはですね、ミーシャですね、パステルマカロンパウダーです。すごいかわいいんですよ。こう3色にこうなってて、ピンクと黄色と白で、すごいなんかこう、なんでしょうね、透明感のある、そう、すごい、あの、まあ、そうですね、私の肌にはマッチングするっていう、あの、ちょっとメイク直しとかに手軽に
最近使ってるのはこちらね。じゃん。マジョリカ、マジョルカ、プレストポアカバーです。このめっちゃ白めのファンデーションで、メイク直しとかでポンポンってしたらすぐ隠れるので、はい。私はこれ最近使ってます。はい。じゃあ、続いては、いっぱいありますけど、これ大丈夫ですか？ちゃんちゃんチャンネル登録、ちゃんちゃんチャンネル登録、チャンネル登録をすれば君もフレッシュレモンになれるよ。